岩手県立大学森岡短期大学部は、岩手県滝沢室後152-52に本部を置く、日本の公立大学である。1951年に設置された、大学の略称は、森岡短大。かつて、岩手県立森岡短期大学として、森岡市住吉町1-48に、キャンパスが置かれていたが、岩手県立大学開学に伴い、 岩手郡滝沢村に移転され、県立大学併設の短期大学となり、学科体制が2学科と1学科に専攻から、従来の1学科に専攻と新設1学科として再編され現在に至っている。森岡市の旧キャンパス跡地は現在、岩手県林業校舎が利用している。全国の短大でも数少ない国際文化学科が設置されている。 英語ほか中国語やハングル語、ロシア語などがあり、東北地方では数少ないものとなっている。岩手県立大学に併設された短大であるため、キャンパスは大学と共用である。就職面では客室乗務員内定実績が高い。バス利用の場合以上の路線で県立大学下車。徒歩の場合学科専攻科別科取得資格について付属機関公認されている。 クラブ活動として以下のものがある。学園祭は毎年、おおむね10月下旬に実施されている。同窓会には、整備会と称した組織や、旧来の法形学科独自のものがある。これまでの実績では、岩手県立大学の他岩手大学、宇都宮大学、愛知県立大学、宮城学院女子大学、聖徳大学、京林大学、実践女子大学などがある。 かつては、岩手県立森岡短期、大学附属小牧草幼稚園があった。ありがとうございます。